セバスチャン・バレベラス・ケスは、メキシコ合衆国シナロア州、ロスモチス出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、メキシカンリーグのユカタン・ライオンズ所属、2006年10月にフィラデルフィア・フィリーズと契約。2007年は、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・フィリーズで54試合に出場し、日本塁打25打手に4投塁、打率、284だった。2008年は、 ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズで48試合に出場し、日本塁打18打点、打率、281だった。2009年は、A 級、レイクウッド、ブルークローズで開幕を迎え、41試合に出場したが打率、217と振るわず、6月に、A 級ウィリアムズポートブルークローズへ降格。A マイナス級では50試合に出場し、 6本類ら40打点、打率、307だった。9月に A 級、レイクウッドへ最小格し、4試合に出場した。2010年は A 級、レイクウッドで117試合に出場し、16、本類ら74打点3等類、打率、255だった。2011年は A 級クリアウォータースレッシャーズで91試合に、 出場し、5本類打40打点、打率、284だった。オフの11月18日に、フィリーズとメジャー契約を結び、40人枠に登録された。2012年は、A 級レディングフィリーズで開幕を迎え、83試合に出場。13本類打45打点、打率、261の成績で、8月にトリプル A 級、 リーハイバレーアイアンピックスへ昇格。トリプル A 級では22試合に出場し、4本類な13打点、打率、218だった。2013年は、第3回 WBC メキシコ代表に選出された。この年は、A 級レディングで98試合に出場し、12本類四41打点1盗塁、打率、203だった。 結局メジャーへ昇格することなく、オフの12月18日に、リーフとなり、12月20日に、トリプル A 級リーハイバレーへ降格した。2014年1月8日にスプリングトレーニングに参加することが決まり、4試合に出場したが、2打数無安打1三振に終わった。この年は、トリプル A 級リーハイバレーと AA 級レディングでプレー。トリプル A 級では試合に出場し、 4本類二打22打点、打率220だった。オフの11月4日に FA となった。2014年12月1日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。2015年11月6日に FA となった。2015年12月17日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、翌年のスプリングトレーニングに招待選手として、 参加することになった。2016年3月11日に第4回 WBC 予選のメキシコ代表に選出されたことが発表され、2大会連続2度目の選出を果たした。同大会ではメキシコ代表は本選出場を決めている。オフの10月18日に侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合のメキシコ代表に選出された。 11月7日に FA となった。2016年12月1日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年7月8日に FA となった。2017年7月11日にメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約を結んだ。ありがとうございます。